んにちは。違う、間違えた。こんばんは、仰天エリナです。やっほー、こんにちは。今日も絶好調に花粉ですね、皆さん。でも私はついに耳鼻科に行ってきましたよ。ついに薬をもらいに行ってきました。もうめんどくさくて行くのを先延ばしにしていたんですけども、ついにやっと耳鼻科に入れてきた。お薬と目薬と鼻シュッシュもらった。そうなんですよ。なんかもうちょっとめんどくさくて、何、薬局のやつずっと飲んでたんですけど、そう、そうなんですよ。ちゃんと薬局じゃない、ちゃんと薬局じゃないのをもらいに行きました。まあなんか実際どっちがいいのか知らないですけど、今日とか特にね、花粉が結構絶好調で、そう、結構絶好調で、結構やばくて、やばい。ってか外暗っ、真っ暗。そう、でも本当にやばいね、今日とか結構やばめだった。やっと行けたからよし。よし。って感じです。眉毛の描き方いつもと違う。眉毛私いつも適当やからさ。なんか今日めっちゃ太いんよね、眉毛。今日なんか太くなったし、なんかこっちの眉毛は失敗した。なんかこっちの眉毛はめっちゃ描きやすいんよ。だけどこっちの眉毛はマジで右と左で眉毛の形が違うくて、でね、こっちはめっちゃ描きやすいんだけど、こっちは本当に上手に描けない。そう、でもいつもお前、あれ前髪があるからそこまでなんですけど、なんかちょっとね、この後お出かけしません。私この後晩ご飯作ろうと思ってこの時間にやりました。そう、ショールームちょっとだけやって晩ご飯作ろうかなと思って、作ってからやとさまた遅なんなと思って、それちょっと嫌やなと思ったで、そう、さっきショールームして晩ご飯作ろうと思って、ライツくらいかけますわ。おくびしか出へんわ。そうなんですよ。あ、いやでも割とデコ出しは休みの日は多いですよ。仕事してるときはデコ出してないこと多いんですけど、仕事してないときは基本前髪はなんかもう肌荒れしてて、マジで肌汚い今、ほんとやばい。こうカメ、なんかやっぱこのタブレット古いんか知らんけど、携帯でやったときの方が画質が断然いいんですよ。でもやっぱタブレットの方だと若干ねボケてるんですよね。なんか結構携帯でやったときはなんか今日
なんか画質めっちゃ綺麗なんだけどみたいな言われた時は大体携帯。そう、これあんまりね多分ね分かんないと思うんですけど、ちょっとマジで本当に肌荒れしててやばい。そう、マジで肌荒れしててやばいんですよね絶賛。もう最悪、花粉症あるあるだよね。最近波動でも前髪上げてないからね、うちなんか前髪を最近短く切ったんですよ。そっからこうペタンってなっても、今までは結構曲げててペタンってなるとこんな感じになるんですよね。それが嫌で結構切ったの短く、これぐらいに。そしたらペタンってなっても全然この長さなので、最近は前髪を波動でもやってます。村上さんも今季初打席で初ホームラン出て、すごい。そうじゃん、今日言ってますね。あ、私そういえば湯浅さんのツイッターで見ました。湯浅さん見に行ってるんですよね。ヤクルトファンなんですけどね、湯浅さんはね。そうそう、ツイッターで、だからさっきたまたまツイッター見てたら、湯浅さんが観覧しに行ってて、そう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 、今年年、ね、年度末のドタバタやと乗り込みましただって。おー、おつー、今日はいっぱい寝れた。あ、もうマジで寝たよ、やばいやばい。今日 は化粧のノリがいいのか、あ、多分今日はシンプルにメイクしてるからじゃないかな、普通に、うん、そうそうそう。でもね、でも化粧のノリがいい時とかはめっちゃいい。なんかそれこそあれめっちゃおすすめでした。なんか今それこそあれだわ、あれ大谷翔平さんがさ、コスデコのさ、化粧品、化粧品っていうかそのね、美容、あ、何なんていうの、美容品のさ、何、あ、なんていうの、広告、何、アンバサダーみたいなやってるじゃないですか。こうドーンって大谷さん起用されてるじゃん。それこそ今回 WBC でもさ、めっちゃ大谷さんの CM 流れてたけど、なんかうちもあの何、あのなんだ、何をしてか忘れたわ、ちょっと待って。ああ、そう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 、それこそうち今化粧下地使ってるのコスデコのやつをね使ってるんですけど、そう、あ、別にあれを使ってるわけとかじゃなくて、シンプルに私なんか下地がねなくなっちゃって、何個か欲しい候補があったんですよ。でなんかデパコスが売ってるあるじゃん、店にさ行ってさ、どれにしようかなと思って見てたんですよ。でそれで結局コスデコの下地を買ったんだけど、その時に試供品サンプルってもらえるじゃないですか。買った人あることは分かると思うんですけど、でそれでなんか私今普通に化粧水でパックして、で乳液してなんですよ。冬はそれにクリーム塗ってたんですけど、したらなんか美容液使ってないんですねって言われて、あ、そうなんですよって言ったら、美容液のサンプルもらったん、2回分で。それをその使ってみ、次の日仕事がある時に使ってみた、めっちゃメイクのり良かった。そう、めっちゃメイクのり良かったよ、すごい良かった。なんか今まで私結構その時はずっとそのちょうど美容液を切らしてて、もうなんかいいかなと思って使ってなかったの。美容液高いじゃん、結構3000とか4000とかするから、高いからもう使ってなかったんですよずっと。それまではずっと使ってて、でも使うのやめてて、ちょうどサンプルいただいて使ってみた、めっちゃ化粧のり良くなって、次の日、うわさすがデパコスと思って。めっちゃ高いんやで、でもめちゃくちゃ高いの。そうね、サンプルでもらったやつを使ってみたいけど、めっちゃ化粧のり良かった。うん、今までで使ったなんかやつで一番なんか、え、今日めっちゃいいじゃんってなった。めっちゃ高いけどねなんかそれのクリーム、まあこんなちっちゃいクリームなんだけど、万超えるんだけど、それもめっちゃ、それもらってないんだけど、それもめっちゃいいみたいな、見るよくね、すごいよね。
あんでさ、それでさニュースになっとったよ。それでなんかもともとさ結構さ売れてんのにさ、なんか大谷翔平さんを起用したら売り上げがなんか何倍何倍だったっけな、忘れちゃったけど、だいぶ売り上げが上がりましたって言って、そこのコステコの人があのインタビューだっけ答えてるのをニュースで見た。うん、やばくない？でもだってさ、確かにさ大谷翔平さんのさその力 PR 力があってさ、なおかつさ実際に商品もいいもん、そらさなるわなって思ったうちはね、そのさそのニュースを見て、そらそらそうなるわいやと思って、しかも WBC もさ優勝したしさ、もう圧倒的な試合を見せてもらった後でよ、もうなるわそりゃなるわ、もうそりゃなるわと思ったっていうね、自分のなんだ日常の話です。そうカープファンの Y、 今日は何勝てる気 しない、負けを確実にしたマジか。プロ野球読売、これなんていうの、ジャイアンツじゃないよね、巨人の失敬式、巨人向けの声かと、わかる、橋本、あのツイッターねニュースね流れてきたよ、橋本環奈ちゃんが投げましたみたいなやつ、さっきね、あれさっき見てたんだよね、あそうだったんだと思って、ちょっとどっか行っちゃった。そうなんかさ、そりゃそうやろ、だってさ千年に一人の逸材のさ天使も、誰がどう見てもさ、何誰がどう見ても圧倒的、圧倒的可愛さマジで、だしなんか着飾ってない感がめっちゃ好きかも。そのなんか13だとさ、なんかこうしとやかにとかじゃなくて、もうバラエティとかめっちゃゲラじゃん、ハッ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 って笑うじゃん、あの可愛さで、なんかそうやってすごいめっちゃなんていうの、コミュ力高いんだろうなってめっちゃ、もうなんかドラマとかでも共演した人とかとさすごいさ仲良く なられてたりとかさ、ご飯よく一緒に行ってますとかバラエティで話してたりとかさするじゃないですか。人にすごく好かれやすい人なんだなってめっちゃ思うし、コミュ力すごく高くて、なんかいろんな人にも話しかけに行ったりとかで、愛されキャラ、すごくなんて言うんだろう、人の懐に入るのがとても上手い人なんだなと思って、すごい憧れる。そういう人、顔も可愛いし、そうだし演技もめっちゃ上手いじゃんね。銀魂とか見てさ、銀魂とか見てさ、あれが千年に一人って言って可愛い可愛いって言われてる人は絶対しないでしょって思っちゃうもん。あんな変顔ばっか顔芸ばっかさ、あれを全力でやるんだで、もうやばい、マジでやばい、本当に。あそうなんだ、橋本環奈さんはジャイアンツのファン、あだから始球式をやられてたんですか、へえ、そういうこと。ギョーちゃんの可愛い顔が貼ってあるお菓子あったら全部買うのに、あそれね、ぜひあの仕事くださいって言ってヒト幹細胞美容液のパックもおすすめ、マスクでカサカサになった肌がもちもちになったよだって、マジそうなんや、もちもちになるのか、いいね、確かに冬とかさ結構ほんとそうだよね。橋本環奈さんもなぜかアンチがいるから、それはシンプルに妬みだと思う。あんなに可愛くてあんなに人に好かれてて、そんな素晴らしい人が多分自分に、自分と比べて素晴らしすぎてそうやってね、あの言うだけだよ、もう羨ましいだけ、そんなのシンプルに絶対そう。それに比べてで自分はね、あのそうじゃない、あのそんな素晴らしくないと思ってるから、そうって言うだけだよ、ひがみですねきっと、絶対そう。ていうかもうそれしかおらんのんちゃうか普通に。
って思います、本当に。ね、あ、そうだそうだ。でね、今日ね、皆さん結構 SNS のコメントとかで結構ゲットしたよっていうコメントいただいたんですけど、今日ねビッグワンガールズさんの発売日、31日なんで発売日で、そう、チームメイトが、私今日も昼かな告知したんですけど、チームメイト大特集で、さっきさ載せてたよね、公式さんが1万字インタビューだから、なんかこんなにぎっしりですよっていうのをさ、マジでびっちりだったね。なんか何ページにもわたってさ、めちゃくちゃびっちりにさ、インタビューのやつなんか載ってたじゃないですか。だからそんな感じなんだと思って、そうそうそう、ぜひね、地道な走り屋さん、桜の北はありがとうございます、ありがとう、イエーイ、ありがとうございます。そう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 、それね見てこんな感じなんだと思って、そう、私ちょっと本屋さんが近くになくて、そうなんですよ。でなんか結構コメントでなんか、ああいうのは結構大きい本屋さんとかじゃないとあんま置いてないかもみたいな風にそう言ってくださってて、そう、大きい本屋さんないんだよなと思って、ちょっとまあどっかのタイミングでちょっとねゲットできたらいいなっていう風には思ってるんですけど、ワンちゃんね、事務所っていうか、その事務所じゃなくて、DH の方にね、なんかもしかしたらワンチャン届いてるかなとかって思ったりもしてるんだけど、そう、たまに雑誌とかだとさ、こうその編集雑誌さんがさ、こう送ってくれるのよ、メンバー用にっつって。そうそう、私結構自分で買ってること多いんだけど、でも送ってくれたりするんですよね。だからそれ送ってくれないってるかなとかちょっと思ったりもして、なんかやっぱりさ、宣伝用に持っておきたいなと思って。そう、まあそんな感じ。そうだよね、ポスターも大きいポスターで、なんか私ポスターとかなったことないから、マジでポスター初めてすぎて、ちょっとポスター初めてなんだけどってなっちゃった。嬉しいって思って、嬉しい、ポスター初めてなんだけど嬉しいってちょっとなっちゃいましたね。そう、帽子かわいい、ありがとう、ベレー帽、ベレー帽なんて言うんだよね、何素材のベレー帽とかちょっと名前わかんないわ。なんだっけこういうの、ニット素材のベレー帽です。車の助手席に貼る、車の助手席に貼る、それ外から見たらやばいやつじゃない、大丈夫かそれ。嬉しいけどそれで助手席でしょ、大丈夫、なんかびっくりされないそれ、旗から見た人からさ、ええみたいな。春っぽい服でしょ、そうなの、今日はめっちゃ春コーデ、なんかお花見いけそうって思うコーデですね。こちらの花柄のワンピースに、こちら白のニット帽に、これに白のねカーディガンを着てたんですよ。そうで白のブーツ履いて、もうそれはそれはなんか花見いけそうって自分で思いましたけど、行ってないですけどね。行ってないですけど、なんか花見いけそうやなって自分で服着て思いました。そう、花見一人で虚しい。やだやだ、虚しいわ。そう、なんかねキャスティケって、キャスケットとかでもよかったかなと思うけどね、もう私キャスケットをね持ってないから、ちょっとベレー帽にした。これね帽子かぶってないとねちょっと変なんですよ、変っていうか、なんかなんだろう、バランス取れなくて。そうなんで、この髪型だとね、なんかちょっと田舎っぺっぽくなっちゃうから、こうやってこうなんか
はアイテムかぶってる方が可愛くなるの。そう、キャスケットとかでも可愛いかなと思ったけど、ちょっと今探し中なんだ。なんでこのベレー帽かわいっしょ。でもね、お魚じゃなくてね、間違えた、なんだっけ、お刺身じゃなくてなんだっけ、お花見か。お花見はね、もう何年もやってないです私、正直。別に行く人いないから一人で行くのも虚しいなと思って、マジで何年も行ってないですね。何年も花見やってないですね。もう何年いてんねんろっていうぐらい、もう5年ぐらい行ってへんかもしれん。そう、移動中に見るぐらいですね。しかもなんか結構今回お花見の、なんだろう、桜がめっちゃ満開な時期に限って雨が結構降ってたりとかしてたじゃないですか。そうだから結構なんかね、かわいそうだったなって思います。でもなんかこう、例えば仕事とかで行く道とか、それこそね、あの劇場の秋葉近郊あたりとか咲いてるじゃないですか。なんかそういうのをなんか見に行ってるじゃなくて、あの通過点に桜が咲いてて、うわ綺麗みたいなのが多いかな。うん、こう花見、人がいっぱい集まってみんながレジャーシート敷いてる花見に行くんじゃなくて、こうあの道路のところにさ咲いてる桜を見てたみたいな感じかな今回は。結構今回はっていうか毎回そうなんやけど、そう。でもなんかに西、違う東の方はまだこれから満開になる予定っぽいから、なんか全然あの全然いい感じやで。そう、いいな、家族で行くの最高じゃん、最高じゃん、めっちゃいいな。あ、そうだ、話めっちゃなんでこうなったんか忘れたけど、なんでこうなったんだっけ。そう、ビッグアンガールズさんのやつ、ぜひ皆さんゲットしてない方はぜひゲットしてください。もうチームメイト特集ってことなんで、もう多分今活休入っちゃったら、そういうことはもうチーム8ではもうなくなっちゃうので、もう、まあ、あるとしたらチーム4っていう名前になっちゃうか、まあ、個人かみたいな。だし私あんまりこう雑誌に取り上げていただくことってないので、すごく貴重な一枚だと思うんで、あのマジで買わんと損するよってシンプルに思います。なんかよくね出てるんだったら別にいいんですけど、あのうん、めったに出ないんで、もうほんと逃したら終わりだよっていうね感じですね。まあちょっとあの中のビジュアルは知らないですけど、私ちょっとまだ見てないんで、さあ果たして漏れてんのか漏れてないのか知らないですけど、まあよかったらゲットしてください。推しフィルターかけてみてくださいね。そう、あとはまあオンラインお話し会とリアルお話し会待ってますっていう感じかな。あとは昨日ね、波動ね、残念ながら惜しくも2位だったんですけども、そう、なんだろうな、何から喋るかな。あ、とりあえずグッズがね新しく出たらしくて、私ツイッターには書いたっけな、あストーリーに書いたんか、書いたんですけど、新しいグッズはフラゲの衣装で、しかもなんかアクスタの、今までだとさ、あのいつもやってる T シャツにズボンのなんかここだけとかバリアだけみたいな結構シンプルな感じだったと思うんですけど、今回のグッズすごいなんかちゃんとイラストがこうシュンシュンシュン、なんだ、軌道みたいなのもちゃんとすごいなんか合成に描かれてて、めっちゃかっこいい感じになってたんですよね。私はこれなんですけど、なんかもっとなんかもうオーラみたいなブワーって放ってる人もいたりとか、そうなんかねすごいねオーラ放ってるような、そうなんかもっともっと、あとぐるん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 ってなってるとか、人によって結構もうめっちゃド派手な人はすごい派手だし、そう
なんか今回のこのアクスタの私のビジュアルね、え、漏れてるんですよ。見てください、ほら見て、ほら、え、めっちゃ漏れてるやない。ちょっと前髪変やけど、でも前髪が変なのもカバーできるぐらい漏れてる。これはぜひみんなにゲットしてほしい。私はカメハメハ売ってるから、ほら。ぜひもうゲットしてほしい。でもう一個はあのガチャガチャの缶バッジ。この缶バッジの方はまあ普通、まあブサイクではないよって感じ。これこれストーリーにどっちも載せたんですけど、これです。ガチャガチャ、これは私はシールド貼ってる感じですね。雷、なんか他の人のデザインちょっと知らないですけど、シールド貼ってる雷みたいな、やっぱなんかフラゲの衣装で黄色っていい感じにマッチしてて、すごくいい感じだと思うなって感じです。いい感じでしたね。あとはね、そんなもんか。そうなんですよ。そう、いや違います。私は結構攻めですね。攻めですけど、なんかこれはそうでしたね。これね、前のやつはこれかな。あの今のやつはこれです。画面反射して、でもこれも波動ボールを投げてる感じで、これも漏れてるんですよ私ね。マジ強そう。これ昨日ね、あの気づいてくれてたかな、昨日ズボンにつけてたんですよ。スカートか、私スカートにつけてたんですよ。結構のメンバーがスカートにつけてたんですけど、あの気づきましたか。気づかなかった。結構なメンバースカートとかズボンつけてたんですよ。そう、私もつけてたし、私のチームフォーみんなつけてたし、他のねチーム A とかもつけてたし、そう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 、結構つけてましたよみんな。そうなの。いや缶バッジはいただいたんですけど、アクスタはいただいてないです。うん、あ、まあ確かにね、確かに確かに配信だと見づらいかもね。リアルに当選した人、あのリアルに当選って、あのなんだっけ、リアル市長なんて言ったらいいんだ、現場に当選した人は、すごい、見やすか、あ、わかんないですけど。でも配信だと見づらいよねあれね。わかるわかる。でも昨日はチーム4が4位だったんですよ。で4位だって、私1戦目だったんですけど、チーム A とねくじで当たっちゃって、でチーム A とくじで当たった時に、その練習が A とやったんですよ。その日の練習が、その試合をやる前にあの練習をするんですけど、1時間ぐらい練習をするんですけど、 A とやってて、でちょうど相手のやつも千織さんとオンさんと私とメグさんとってやってて、一回も勝てなかったんですよ。そう、一回も勝てなくて、わやばいねみたいな。 A は音さんもうまいですし、千織さんもその中西会っていうので波動をやってたらしくて、結構うまいって言って、そのコーチの人もうまいんだよねって言ってたから、結構でも今回はなんかどこに当たっても結構厳しいみたいな。そう、
厳しいって言われてて、まあ、どこに当たるだろうみたいな感じで話してたんですけど、コーチの人たちと。で、私がアタッカーでメグさんがシールドの人で、でそれを やってなんとかね同点で最後の試合で勝てたんですけど、いや本当にマジで嬉しかったわ。とりあえずその最下位だけはマジでなったら終わりやと思ってたから、そうで、そうまだ一応ギリギリその勝ってれば1位2位に食い込める、1位2位の決定戦に食い込めるなっていうことで、そのでも初戦を負けたら終わりやったから。でも結局ねその B 対 K で K が勝っちゃったから、自動的にね3位4位決定戦に落ちちゃったんですけど、そうだからまあ5月2日は3位4位の決定戦なんで、それでねもし勝てなくて4位になったら本当映んないのに CM 撮影の手伝いをさせられるっていう、本当ただの地獄でしかない日になってしまう。しかも一切映してくれないという、本当ただの地獄、ただの忙しいだけだし絶対朝早いし、そうそうそう本当ただの地獄になっちゃうので、もうそれだけは本当に嫌なんで、5月20日はもう私もね出させていただくんですけども、頑張りたいなっていう風に思ってるんですけど、そうまあ2試合目はねなんとかねちょっとギリギリ惜しくね負けちゃったんですけど、そうねまあなんとかね2位だったんで、ちょっとね旅行はねゲッツできなかったんでちょっとショックだったんですけど、まあまあでも2位だったんで全然良い結果だったんじゃないかなっていう風にはね思います。すごい頑張ったわ今回ユリナ、結構なんか自分が点取ってるって思わんかった。なんかその最後の試合の時に1試合目はねとりあえず点も取らなければ失点もしなかったんですよ、 0-0 で。結構最近の試合ってコーチの人も言ってたんですけど、レベルが高くなりすぎて加点より失点の方が重症なんですって。だからとりあえず失点しないように、失点しなければ相手の点にもならないから、そう結構1ポイント1点の重さが、ちょっと始めた頃って結構点数もさすごい取ってすごい失点してみたいな感じだったけど、最近はみんな結構さこう4対3とかさ低いじゃないですか点数が、っていうのは結構みんなが失点をするのをなくなって避けるのがすごく上手くなったんですよ。そうでそれで結構その1点が重要、重要になってきちゃって、だから1回目の時とりあえず失点はなかったのめちゃくちゃ良かったなって思って、 2回目はねどうだったかな忘れたわ、ちょっとどうだったかな結果忘れてた。 でも2回目でドローになったんですよね。 で最後の試合でそう頑張ったですけど、そう4点取れましたけど、マジで自分がちゃんと点取れてるって全然気づかなくて、ゴーグル外してパッて見たら、お自分が点取ってたんだと思って、全然なんかすごいね頑張りすぎてて全然自分が当てたのかメグさんが当てたのか全然分かってなかったけど、でもねしっかり筋肉痛になった。昨日マジで腕振りすぎて久しぶりに筋肉痛になりました。痛い。そうなんかね段数ブースト使うともう打ってなんぼなんですよ。だからめっちゃこうやって振らないといけないの手を、下もうめっちゃ筋肉痛痛い。久しぶりにねこんなね、しかも私左手なんですよ、普段ダンスするときって右手だから、こっちだとねあんま筋肉痛なんないんですけど、やっぱ普段使わない左手を波動の時って使うんですよ久しぶりに、ってなるともうこっちの筋肉痛、今日しっかり筋肉痛ですもん、なんか痛い痛いです。そのなんか最後の試合は頑張りたいなと思いますんで、ぜひよかったら応援しに波動会場に来ていただけたら嬉しいなっていう風に思います。ぜひぜひよかったら、なんかまだ席が空いてるらしいので、よかったら遊びに来ていただけたらすごく嬉しいです。
波動見て思ったんですけど、最初の10秒ぐらい何度もやってるんですか。ああ、あれはシンプルにあの波動ってこう玉を貯めないといけないんですよ。だから最初スタートという時間、玉が貯まるまでみんな待ってるんですよ。こう最初スタートってやって、徐々に徐々にそのレベル、バロメーターが例えば1だったらめっちゃ遅いの、こうすっごいゆっくりで、やっと1溜まった、2溜まったみたいな感じで、それがもっとこうレベルが高くなっていくと溜まるのもこう早くなるんですけど、最初は本当に溜まる、やっぱああいうのって1個打って待って、1個打って待ってじゃなくて、ある程度溜まってから打った方、連続で打った方が避ける方も大変なんですよ。弾がパンパンパンと飛んできた方が避けられないので、だから最初みんな2人ともこうやって待って、見合って見合って、溜まった時にバンバンって打ってるんです。そうなんですよ、溜まるまで待ってるっていう感じですね。いや、ま、溜まるまで待ってるんですよ。そうそうそう、じゃないと打てないからね。確かに実際やないと分かんないこと多いか、確かにね、それはそうかもしれない。ちゃんとこのバリア張る時も、下のメーターがウィーンマックスってなったら張れるんですよ。そうだから、それまでは手を下にしてないといけないから、ボール打てないんで、もうかわす、かわさないと、かわさないとでバーンって当たったら、もう一回こうやってもう一回戻っちゃうんですよ。でもう一回溜めるとこから始まるので、そうなんですよ、ちょっと難しいんですけどね。そう、ちょっとね、ルールがね難しいんですよね。私が5月20日がさ、その守りなのか攻めなのかがちょっと怪しいんですよね。なんでかって言ったら、メンバーのあんまり知らないんですよ私。ちなみに出るメンバー的に、誰が出るんだっけな、誰が出るんだったっけ、メンバー、あくびが止まらんぜよ。波動、波動、どっかにね、メンバー出てたよね。ちょっと遡るんでね、ちょっと待ってくださいね。あったあった、ユイリーさん。ユイリーさんってどっちなんだろう、攻めなのかな、守りなのかな、よくわかんない。私ユリさんの戦い見たことないんですよね。攻めか、じゃあ攻めが多いんじゃない、もしかして。ユリさん攻めでしょ、メグさんはどっちもできるんですよ。でももともとメグさんは守りなんですよ。だからワンちゃんここでは守りになると思います。じゃあ攻めと守りでこうでしょ、でナルは攻めで、ハーちゃんは守りだったかな、あれどっちだっけな、いや守りだった気もする。で七瀬はどっちだ、え、七瀬どっちだろう。でも七瀬がナルと戦ってるってことは、あ、七瀬がナルと一緒にやるってことは守りなんですよ多分ね。でアヤミンはどっちだろう、アヤミンも守りかな、あやみは攻め、うん、じゃ攻めで、下は守りでしょ、で私も攻めということはどういうことだ、あ自分で分かんなくなっちゃった。ユイリー攻めがユイリーさん、なるユリナで、で一応メグさんどっちでもいけるけど、もともとは守りだったらしい。で
七瀬もどっちか。いやでもなんか攻めの方が、攻めの方がもしかして多いのか。だって守りはさ、下音誰、はーちゃんと、え、2人しかいないの。でもメグさんもともと守りっつってた。だ3人だ。え、誰が守りに回るんだろう。さ、それか 2-2 で戦うのか、果たして 4-4 で戦うのか知らんけど、でもどっちにしても半分半分じゃないといけないってことか。あ、別にそういうわけでもないのか。 2-2 で戦わんといけんのんだったら、じゃあ普通に 4-4 で戦うとして、1人守りで3人攻撃でもいけるんか。だったら、だって1人の壁に入っても1つの壁にはちょっとちっちゃいんだよな。で相手をめっちゃ狙うっていうのもワンチャンありっていうか、どういう戦い方するのか全然知らないけど、いや私ちょっと守りできないからな。困った困った。守りやってくださいって言われてもちょっと困るんだよな。なんかいや3-3までなんだ。じゃあ3-3でやんじゃない。え、8なのに3-3って無理じゃね。どういう戦い方すんの。ほらこうなるよ。どういう戦いするんやね、全然知らんけど。8人としか分かんないから何とも言えんけど、まあでもどうにしろ、うわ守りにはちょっとねなりたくないな。なんでかって言ったら、まあ守りねできないんだよね。ナルと戦った時守りやったけど、今は結構波動のやつ見ててもなんかもう守りの人って結構守りでずっとやってるから、なんだろう、もう結構うまいんですよ、バリアを張るタイミングが。でも私はそのなんかみんながうまくなる前までしか経験してないから、うまくなった後の守りを経験してないんで、ちょっと使うの下手くそなのかもしれない。どういう感じなんだろうね。誰とペアっていうのも結構強いかも。その誰とペアになるかによって結構相乗効果ってやつ。結構ペアの組む相手が違うと違うって言うじゃないですか。みんな結構この子とだったらめっちゃ相性いいからめっちゃ点取れるみたいなのも結構言ってるから、みんな。だからその組み合わせにも結構よるなっていうふうには思いますね。そうだからどうなんですかね。まあでも私たちがこう決めるんじゃなくて、多分ああいうのはコーチの人が決めてくださるから、まあどういうふうにコーチの人が分析して決めるのかっていうのは結構なるんじゃないかなと思ってますね。押しかぶりは勘弁だって。知らねえよ、単押しじゃないあなたが悪いんだわ。バッテリーを組む相手は大切、それな思うわ。それはめっちゃ思う。だってさ、でもそれこそそう思った、 WBC の大谷翔平さん、ボール受けた人、誰だっけな、あちょっと名前忘れちゃった。あさ、すごいよね。だってブルペンでも大谷さんのボールを受けたことがないみたいな、あの試合のあのタイミングで初めて受けましたみたいな、ニュースで見た時びっくりした。なんか野球はそのバッテリーの絆がとかってさ、メジャーで見てたんですよ私は。そう、それはそれなのにと思って。でもなんかお話ししてたよね、こうやって結構なんかどっしり構えてくださいみたいな、大谷さんから言われましたみたいな。いやすごいと思うわマジで。プロなん
プロなんだなって思いましたね。すごいですよね。でも受けたことがないものを受けるってすごい緊張しそう。しかもあんな大事なシーンでね、すごいよね。ね、すごいよね。いや、ね、そのね、始まったしね、試合。みんな敵になっちゃった。キャー、悲しい。悲しい。ねえ、悲しい。でもなんか書いてたね、ハルピョンとかキアラさんとかもなんか載せてたね、なんか始まったみたいな。なんだっけな、見たんだけど、ちょっとどっか行ったけど。え、ヌートバーさんも活躍してたみたいだって。え、ほんとに嬉しい。え、大谷さんは今日6回無失点だったのに味方が点を取られてしまって勝ちが消えてしまいました。マジか、マジか、カナピ。ハルピョンが雪月と映画出た。あ、本当にそうなんだ。私もあんまり知らんけど、大谷さん今日もヒット打ってたよ。だってえへー、やばいな、マジですごいな。いやー、すごいな、いやー、すごいな、本当に本当にすごい。あー、本当尊敬しちゃうね。あ、知ってる、吉田選手日本人初のメジャー開幕4番でした。って知ってる、それニュースで見たよ。なんか4番になるかもみたいな感じになってて、で4番だよみたいになってて、見た見た、ニュースで。え、4番ってだってすごく大切な4番だっていうのを WBC で習ったので、わーおと思って。でも確かに吉田さん WBC めちゃくちゃ活躍してましたもんね。なんか今回の WBC は MVP をあげたい人が多すぎて本当に大変だった、大変だったって別に決めてる人じゃないんですけど、そう、そう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 。あ、4番って言うんだ。そうなんだ。なんかさ、そう、何の話してたっけ。そう、 WBC ね、すごかったよね、吉田さん。めっちゃすごかった。なんかすごい人が多すぎてちょっと若干かき消されかけてるけど、でも素晴らしい。アメリカでは2番が、あ、なんかそれコメントでも見た。なんか4番なんだ、すごいなと思って、でなんか調べてたら、なんかメジャーは4番じゃなくて2番の方が重要なんだ。別にとってもいいわ、すごいっちゃすごいんだからねすごいっちゃすごいんだからね、何でもいいわ、すごいもんはすごいんだから。ねえ、なにすごい、うん、同じ会で突然ヌートバーさんが画面に会えたらどうする。だって、え、英語喋れない、どうしようってなるそんな感じで、皆さんは好きな野球を、好きな野球チームを応援してください。そして波動も応援してください。そして仰天ユリナも応援してください。よろしくお願いします。
ミニチュア恐竜では注文して届くの楽しみだって。え、中四国メンバー揃えたの、マジですごい。そうなんだ、素晴らしい。じゃあちょっと今日はもうこの辺で終了しようかな。私あの晩ご飯作んないとやばいわ。晩ご飯を作りたいと思います。やばいやばい、もうどんどん遅くなると晩ご飯作る気失せてくるから、早く作る、さっさと作ります。よし、じゃ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 、ランキング13位くましろさん、12位はるたろさん、11位りゅっけさん、10位私はあなたのアンチかもしれないだ、9位ワッフルさん、8位まぼろしさん、7位ヤングさん、6位ひかる 400X さん、5位あきひこさん、4位ナッティさん、3位近いしさん、2位にけおさん、そして今日の第1位は地道な走り屋さんです。昨日のゆりなさん最後にいい香りだっただって、あはー、あざす、ありがとうございます。はい、そして地道な走り屋さん、桜の北はありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。てなわけでまた明日のショールームでもお会いしましょう。明日はね4月なので、皆さん4月も元気に頑張っていきましょう。4月末にはね8のコンサートもありますので、それに向けて4月はレッスンがありますので、また早起き頑張りたいと思います。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日、あ、そうだそうだ、じゃあ久しぶりにね、なんかドボンが変わったから久しぶりに夜ドボンをしたいと思いますんで、よかったらあのタイミングがもし合えば、なんかドボンさ12時以降させてくれないかなってすごい思うんだよね。いつもさドボンやろっかなとかって思ってさ見たらもう12時過ぎてるからできないんだよね。なんか12時以降させてほしい本当にね、昔できたのに。まあそんな感じで今日も見ていただいてありがとうございました。それじゃあ皆さんまた明日、バイバーイ。あ、755で時間をまた言います。バイバーイ。